えー、こんにちは。カルダロの価格、結構落ちてますね。150円ぐらいになっちゃいましたよね。一時期350円にタッチしたんじゃないかなって言われた時期が、8月ぐらいだったかな、あったんで、今年中に500円とか1000円とかね、夢見ちゃったわけですけども、現在は今年中に200円の回復ってあるんじゃないかなって、どうなのかなと思っちゃいます。こんにちは。即価時期のクールでございます、まあ。リピさん、いつも動画の方を送っていただきまして、ありがとうございます。 体のね、ステーキングプールに、まあのー、参加させていただいて、そして多くの方のメンテナンスをしていただいて、非常にありがたく思っております。きっとですね、体の価格そのものが、まあ、多少低下していても、ステーキングってものがあるからちょっと救われるところもあると思うんですよ。またですね、今まで体のって、長い間、2円とか5円とか10円みたいな時代がありましたんでね、それを考えると、 そうですね、今150円前後になったとしてもまあまだまだ余裕かなっていうかね、うん、いずれまた300円台戻るさとかね500円に行くさっていうふうな、まあ、楽観的な見方はできるかなと思うんですよでも不思議ですよね体の値段が下がったってことは誰かが大量販売したんですよね誰なんだろうとか思っちゃいますけどもね <laughs> はいまあでも私たちは焦らずじっくりゆっくりと人生設計をこの体によってさせていただいてる まあその余力を持ってね、これからもカルダノってものに、まあいろんなね、期待をかけながら応援していきたいなと思います。まあ応援の仕方はそれぞれだと思うんですが、ステーキングに参加することも一つの重要な応援になると思いますし、私はこのカルダノのことをね、もっともっと知らしめていくことと、カルダノのファンをもっともっと作ることによって、少しでもね、カルダノに興味を持っていただいて、少しでもカルダノを ご購入いただくそんなきっかけを作ろうかと思っております今後もステーキング動画の方を送っていただきますようよろしくお願いしますそれではありがとうございました